インノケンティウス四世宛の具有の直書の主因。モンゴル語で、調整なる天の力によりて、家ケモンゴルウルスの海の観の直、とあるジュートグルグ紙幣の表、モンゴル文字が表記されている。ジュートグルグ紙幣の裏、キリル文字が表記されている。モンゴル文字は、13世紀頃、ウイグル文字から派生した文字で、主に、モンゴル語を表記する。フドム、コトキとも。 もっぱら縦書きされ、行は左から右へ綴られる。現在は主に中華人民共和国内モンゴル自治区で使われている。ほか長らくキリル文字を使用していた。モンゴル国では1994年以降義務、教育化され、歴史と伝統、文化の象徴として書道やクラフトアートをはじめとした芸術作品に活用されている。モンゴル文字は、 ウイグル文字そのものでモンゴル語を筆写していた時期の古典的なウイッグル式モンゴル文字とシーンや母音の文字の整備がより進んだ現代モンゴル文字の2種類に大別される。モンゴル部がオノン川で発祥した時には元来文字を持たなかった。1204年にチンギース・ハーンが内マン王国を攻略した時、捕虜となった内マンの最小でウイグル人であったたた。 トゥンガという人物が、チンギスの家紋に応えて、国字と文字の公用を説いたことにより、モンゴルでも、国字の遂行に印字を使用するようになり、モンゴル人の指定に、ウイグル文字を習わせた、とされている。1222年に、チンギス間の宮廷を訪れた岡書記が調整の術について、チンギスに講じた内容を、ウイグル人の書記が、ウイグル文字で記録していたという記事が、 長春新人最有気にある。チンギス、オゴデー、グユクの時代に活躍した、ウイグル人書機関チンカイは内マン、ケレート攻略以前に、チンギスの幕下で活動しており、内マン攻略前後からモンゴルは、ウイグル文字と接触し、その存在を意識していた可能性は高い。1246年に即位したグユクが、ローマ教皇インノケンテウス4世に当てた、 ペルシア語による直書がバチカンに現存するが、この書簡の書面に、ウイグル文字モンゴル語による名文を持つ印字が2箇所、押されており、これが、絶対年代が判明している最古のモンゴル語と、モンゴル文字の資料となっている。モンゴル帝国及びオーモットウルスでモンゴル語の筆者に、使用されていた、いわゆる、モンゴル文字として知られている文字は、当時漢語では、賢ココツ字文字。 同時代のイルハン朝などで書かれたペルシア語資料でも、コット、アイリーと称されており、あくまでもウイグル文字であって、モンゴル文字とは呼ばれていなかった。モンゴル語の筆者には、ウイグル文字がそのまま使用されていたため、聖書法もウイグル文字そのものであった。このように、モンゴル語を筆者するために書かれた、当時のウイグル文字を、あえて、ウイグル語文書などのウイグル文字と区別するために、 ウイグル式モンゴル文字と称される場合もある。なお、大元ウルスで、猛虎はじゃ、ないし、猛虎神事と称されていたのは、チベット文字をもとに、チベット人僧侶パクパが作った、パスパ文字である。神では、満州文字、漢文とともに三体と呼ばれ、三体は、公用文字として、公文書には必ず用いられた。なお、歴史上モンゴル語の表記には別系統の文字も、 数種類使用されている。ソビエト連邦の影響下に組み込まれたモンゴル人民共和国では、キリル文字による表記が一般化したが、新生モンゴル国が発足した頃から、モンゴル文字の使用が見直されてきている。一時は、キリル文字表記からモンゴル文字表記への全面的な切り替えが計画され、小中学校での教育が始まったが、一般国民の間では、 歴史と伝統、文化の象徴とみなされてはいるものの、モンゴル文字イコール、話し言葉とは、無関係の文語というイメージが定着してしまっており、また横書きができないという弱点を抱えていることもあって、まだ完全な意向に至っていない。モンゴル文字を元にして作られた文字として、明の時代に、ヌルハチが作らせた満州語の満州文字、 モンゴル諸語のオイラト語を表記するために考案されたトド文字がある。ユニコード3.0にて収録された。モンゴル文字の特殊な表示方式のため、システムがもし正確に表示しようとするなら、フォントとシステムモジュールの両方が同時に対応する必要があり、そうなって初めて表示が可能になる。そうでなければ、画面では誤った表示をすることになる。まず、システムには、 モンゴル文字を表示するモジュールをインストールする必要がある。Microsoft Windows 2000 XP 2003の OS ではシステムのユニーズクライブモジュールを最新版に入れ替えなければならない。この他にもユニーズクライブと合致したオパンタイプフォント一式が必要である。Microsoft Windows Vista 2008にはすでに文字を支援するモジュールとフォントを提供している。 現時点では、Windows Vista 2008付属のフォントを除いて、コード2000モンゴリアンバイチだけが、モンゴル文字を表示することができ、デーシングホワイトが、満州文とシボ文、ダフール文を正確に表示できる。もし、システムに、最新版のユニーズクライブモジュールがなければ、一字母ごとに、その目人で、表示型を表示することになる。しかし、もし正確なフォントが対応していなければ、 ジボが誤った形態に表示されることがあり得る。例えば、表示が五島型になったり誤った変形体を用いたりするなど、現在、非ユニコードや一部がユニコードに基づくモンゴル文字フォントと入力システムが市場の大部分を占めている。CMS などのように Linux システムであればユニコード、モンゴル文字フォントを入れるだけで、 英文キーボードを使って自由にモンゴル文字文書を入力でき、特別な文字入力システムや文書編集機器は不要であるが、表示自体の方向は英文のように左から右への横書きであり、その他の西洋文書や学術文献と同一ページに共存するのには、都合が良いが、伝統的な書写法のように左から右へ縦書きするには、 openoffic.org e ライターやリバーウーフスライターのような組版ソフトの文書方向の変更を利用することでその問題を解決できる。ユニコード、モンゴル文字は2018年の実装において相互運用性がなくフォント依存となっている。すなわち、あるユニコード、モンゴル文字文書がフォント A で正しく表示されても フォント B で正しく表示される保証はない。この問題についてはユニコードコンソーシアムで活発に議論されている。ありがとうございます。